おはようございます。山遊びのたけしです。今回は鈴鹿セブンマウンテンの一つ入道ヶ岳に登っていきたいと思います。現在午前10時です。今いるのは、椿大神社という、登山口になります。はい、でここ入道ヶ岳は、確か7つぐらい全てで登山ルートがありまして、でそのうち3つはこの椿大神社からスタートする登山道になります。今回は、上りを、二本松尾根ルートで、下りを北尾根ルートで、登山していきたいと思ってます。上りがコースタイム約、2時間から2時間半ぐらいで、下りが1時間半ぐらいの予想です。まあ、秋も深まってきてね、気温が下がってピリッとした空気になってきています。山頂からの景色もね、夏に比べてはっきり見えるいい季節になってきたかなと思うので、景色もね、楽しみに登っていきたいと思ってます。Oh, this heart of mine was made for you. I keep falling in love. Dreams should take some time, but they come true.はい、舗装路を15分ぐらい歩いてきました。はい、入道ヶ岳登山口二本松尾根コース、ここからスタートです。3分の2ぐらい登ってきました。ちょっとね、日が低くなってきて、こんな感じで伊勢湾方面がすごく綺麗に見え始めました。いや、今日はね、本当に快晴で、いや、最高のお天気ですね。で、多分本当に山頂はもう紅葉終わってるんですけれども、この登山道とかね、こんな感じで綺麗な、赤や黄色のもみじが見えたりとかで、いや、本当に気持ちいい歩きができます。
わー、開けた。あー、綺麗綺麗綺麗。もうすぐで山頂です。はい、11時45分、入道ヶ岳山頂に着きました。あ、お疲れ様でした。あ、綺麗な眺めが見えてます。Maybe it's just a feeling about the one you're thinking of. The feeling it lingers and it swirls around inside your brain. 12時45分になりました。少し山頂で休憩をしまして、下りは北尾根コースで、降りていきたいと思います。こうやって周回できるとこはね、帰り道も楽しみがあっていいですよね。はい、じゃあ下りも、気をつけて歩いていきたいと思います。というわけで、2時ちょうどになりました。北尾根の登山口まで降りてきました。入道ヶ岳、本当にね、まあほどほどの時間で登ることができて、結構伊勢湾だったりね、御在所あたりの鈴鹿山脈の山も綺麗に見える、本当に眺望のいいお山なので、初心者の方にも、まあトレーニングされる方にもすごいおすすめのお山かなと思います。登山道自体は行きで登りで使った、二本松尾根ルート、これはね本当に整備されてて、登りやすかったです。本当に足が滑るようなところもほとんどなくという感じでした。で、下りで使った、北尾根ルート、こちらはちょっとね滑る箇所とか結構多いかなという印象なんですけれども、紅葉とかね森の綺麗さなんかみたいなのは、北尾根ルートすごく歩いてて気持ちよかったなという、そんな感想です。入道ヶ岳、本当いろいろねルートがあるみたいなので、また次回機会があればまた別のルートで登ってみたいなと思います。はい、というわけで本日の動画は、ここまでとなります。もしこの動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録とグッドポイントぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。